どうもマインド二次三次所属公式つゆつゆけるベロスタイヌイトコです。ありがとうございます。トコお誕生日おめでとう。サラトコありがとう。ありがとうね。どういたしまして。いやもうね、今日はトコのためにこの配信を開いたよ。え、そんな。そうだよ、トコに祝ってほしかったよ。だからもう配信切ってもいいぐらいなんだ。もうサラのために祝いに来たからね、私は。うん、あの確か嬉しかったのが、うん、仕事の帰り道に、うん、サラも今度ご飯行こうよって言ってくれたのが確かずっと嬉しくて。あ、そう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 。あの時にあ、なんか、うん、自分からはあんまりこう、うん、ガツガツ行くタイプじゃなくて、うん、私その時さ別の人とさご飯行こうねみたいな。あ、言ってた。言ってる時に静かに聞いてたから、うん、え、サラも一緒に行こうよって。いやもうイケメンすぎて。めっちゃ嬉しかった。そのもう一人の子がやっぱトコ先輩と仲いい子だったから、うんうん、あ、うんうん、そう余計ちょっと、うん、いいのって思いながら一緒に行こうね。嬉しい。行きます。トコ先輩、次の人への質問とか聞いてもいいですか。次の人ってちなみにサラは初めましてではない。あ、ちなみにトコ先輩にだけ次の人を教えてちゃってます。このじゃあ、はい、分かった。じゃあ誕生日というわけで、はい、やっぱサラのまだ世間に知られざる可愛さっていうのをどんどんたくさん知ってもらうために、はい、今までその次の人が、はい、サラのことを可愛いって思った瞬間3選をちょっと答えていただこうかなと。わかりました。3選ね、3つ必要やから、ね、うん、はいはい、トコ先輩の言うことならそうですね、わかりました、うん、聞いてみたいと思います。ぜひ。はい、じゃあまたちょっと美味しいお店探してくね。じゃあご飯屋さん2人で、2人でトコ2人で行く。いいよ、え、やった、ありがとう。じゃあ分かった、はい、またちょっと予定とお店送るから、はい、ありがとうございます。お誕生日おめでとう。ありがとう、またね。またね、ありがとうございます。バイバーイ。トロロン、あ、もしもし。え、あ、あ、お前いつも外だな。いや、いえ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 。はい、ということで自己紹介お願いします。はい、カーバス帝国から来た女騎士フレイルスタリアです。よろしくお願いします。ありがとうございます。え、いつもそんな可愛い声じゃないのに今日はどうしたの、ぶりっこして。可愛いって思ってくれたんで、え、嬉しい。え、違う、社交辞令、お世辞お世辞。やだ。しかも第一声全然可愛くなかった。いや、ちょっとそれに合わせないとなと思って、やっぱ目立っちゃうから星川の可愛さがさ。こいつ許せねえ。ありがとうね、忙しいのに。え、誕生日おめでとう。え、マジありがとう。前の人のトコから質問が来てるんですけど、前の人のトコが家には星川のことを可愛いと思った瞬間3選聞きたいらしくて。そうなんですよ、まあ、ありすぎて困るかとは思うんですけど、まあ、トコが聞きたいっていうので、もうちょっとフレンには答えていただければなと思うんですけど。人かな。イヌイトコ、イヌイトコが、同姓同名の人がいるのかな。いや、二次三次のイヌイトコですね、うん、あれ、そう、今度ね、ご飯とか行こうかなって二人でさっき、あ、これ言っていいやつかな。あ、いつ、何月何日、あ、何時から、あ、どこに、あ、ごめん、ちょっとトコに聞かないと分かんないから、ちょっとごめん、言っていいか分かんないから。次その名前口に出したらもう家行くからね、私今。怖すぎ。何だこの連打するから。トツとか関係ないから。怖え。家トツしに行きます。うん、で、星川の可愛い瞬間は3選だよ、3選。待ってね、1時間ももらっていい。そんな考える人ねえだろ、すぐ出せよ。あるだろ、いっぱい。氷川の可愛いとこも無限だろ、今も可愛いし、なんならさっきも可愛いし。あの、マリカのミーの顔。さっきのブサイクのやつじゃねえか。マリカのミーの顔と、私が作ったあの栄冠の時の星川の顔と。ブサイクのやつじゃねえかよ。
あれ可愛いんだけどな。あと何かな。ないよ。え、今ので2個埋めたつもりなの、もしかして。声かな。まあ。ギリ。あ、下げてあげればいいと思ってるでしょ。こんだけ仲良くなって内面一個も出てこないのやばい。でも本当に言うと、え、めっちゃ頑張り屋さんだし、フレン、あとなんか仕事の愚痴とかマジで聞いたことないから偉いなって思うし、やったことないね。あとあれだね、仕草が可愛いね。え、待って、お前星川のこと好きじゃね。あ、じゃあ誕生日おめでとう。待って、ごめん。え、嬉しい。なんだお前、なんかいいやつやなお前は。出れた。え、バンドをさ、今月さ始めたいんですけど。あ、いいね、やった。やろうよ。本当にやるのかっていうリスナーがざわざわしてるからさ、そう。そうなの。え、私やる気で普通にベース弾く動画とか見てるよ、たまに。やる気満々なんだけど。もしかは最近ね、TikTok がね、ギターの動画ばっかになってきた。一緒じゃん。ケルベロス所属のチミ毛量。